ちっちゃい。おはようございます。今日はジュニアの男の子ですね。男の子とラウンドします。よろしくお願いします。名前は言えますか？福井誠之助です。よろしくお願いします。はい、誠之助くんはインスタグラムもやってるんですけれども、はい、5歳でプロを夢見るキッズゴルファーとプロフィールにあったんですが、はいはい、プロをどうしますか？お、すごいで、以前出てもらったみゆみちゃんともすごい仲いいんですよね。そうですね。みゆみちゃんとゴルファー楽しいですか？楽しい。おお。で、今回関東に来てもらってラウンドするんですけれども、はいはい、その理由が3日後、3月28日に2018年 PGM 世界ジュニア選手権日本代表選抜大会アンダー6、はい、が決勝に出場するのね。どうですか、意気込みとかありますか？試合に行けた。世界ジュニアで勝ってアメリカで戦いたい。すごいね。はい、でベストスコアはいくつですか？77。お、すごい。でゴルフ歴は？3歳2ヶ月ぐらいからやってるので2年ちょっと。2年ちょっとぐらい、はいはい、2年ちょっと。ゴルフを始めたきっかけは？男子ツアーを一緒に連れて見せに行ったんですけど、はいはい、そこでたまたま石川遼君が出てて、すごい魅了されちゃって。はい、じゃあ一緒に男子のツアー見て、リョーク見て、はい、僕もやりたいって。そうそう、まあ、その夜からもう毎日僕も見出して、はい、はい、朝起きたらゴルフ番組をこう見て、もうどっかのおじさんのような、ちなみに今は身長ってどれくらいですか？107センチ。はい、で5歳ですね。はい、はい、でドライバーの平均飛距離。お、これはまたみゆみちゃんも100ヤード飛んでましたが、期待できる飛距離ですね。はい、今日は楽しく、楽しくしようね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。右行ったかも。よいしょ。大丈夫ですか？うん。当たった？右から。ああ、ダブってる。得意なクラブは何ですか？ドライバー7番、9番。そう。ドライバーなんで好きなの？いっぱい飛ぶから。いっぱい飛ぶから。カキンって言うしね、音も。ね、7番アイアンは何で好きなの？なんだろうね、グリーンでベタピンができる。おー、いいね、いいね。9番アイアンも一緒。9番アイアンも一緒？グリーンでベタピンできちゃう？いいね。誠之助くんのクラブセッティングを紹介したいと思います。はい、まずドライバー。ドライバーですね。はい、ドライバーはこれどこのメーカーですか？これもう全部パター以外は US キッズっていうところなんですけど、みゆみちゃんも多分アイアンで使ってたと思うんですけど、はい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 、アメリカの方のやつで結構世界のジュニアの子たちは結構使ってて、シャフトとかが日本にはなかなかない。ここ、あ、すごいすごい、ぐにゃぐにゃ。3番ウッド、はい、ウッドで4番ユーティリティ、ユーティリティですね。4番ユーティリティ、アイアンはもう今は7、9、B、56度の6本、あ、はい、7本か、はい、とパターですね。テーラーメイドのミューレンってやつなんですけど、ちょうど去年松山くんがこれを使って優勝したので。じゃあ大人のパターですか？これは大人のパターです。もう短くして、でこのフラットキャットっていうグリップも松山くんが使ってたやつで、お、松山くん仕様が、松山仕様じゃないと嫌だっていうね。松山くん大好きですか？かっこいい、かっこいい。はい、さっさ、よろしくお願いします。左つま先ね。
まあ、ナイスショー、完璧だよ、ナイス、ありがとうございます。しまった。右の。ゲゲゲゲ。ユーティリティ。はい。傾斜あるよ。ちょっとつま先に最後残さないと。何ヤードぐらいありますか。78ヤードです。はい。いいスイングしてる。いいよ。ちょっと噛んだけど。オッケーオッケー。大丈夫。いつもの。土管ぐらいで、青い土管、ピンクさん、いいよ、うまい、お、お、お、あーちょっと弱い、惜しいよ、まあまあ、ナイスオン、ナイスオン、ありがとうございます、ナイスオンです、ありがとうございます、わー、意外と行く、意外と速い、ちょっと足開いて、ナイスナイス、ナイスパー、ありがとうございます。ジュニアの共通するイーってやつ、ね、はい、手之助くんに質問です。帽子のサインは誰のサインですか。ゆうさく、ゆうさく、ゆうさくくん、ゆうさくくんって言ってやで、私も言ったけど、ゆうさくプロ、ゆうさくプロ、え、いつもらったの。中日クラウンズ、違います、スリーツアーズ、スリーツアーズ、そっか、うん、そっか、スリーツアーズを試合を見に行った時に書いてもらった。そうですね、サインが欲しいっていうので、はいはい、優作プロ行っちゃったんですけど、はい、一人で走って行っちゃって、KB に止められたんですけど、そのまま行ってね、でもらったの、もらったよね、すごい、ね、他にお家にプロのサインはあるの。プロのサインあるとか、あと誰のサインがあるの。池田優太、おー、松山慎吾、おー、いっぱいある、竹松剛、プロの試合、男子プロのトーナメントとか見に行ってて楽しいですか。楽しい、男子プロすごいよね、いっぱい飛ぶしね、はい、120ヤードぐらいのパー4ですね、はい、あ、最後フィニッシュね、オッケー、うん、ナイス、あーちょっと気になったけど、まあ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 、オッケーオッケー、次セカンドだね、今何点ぐらい。90点ぐらい、おいいね、よし、よし、残り残り何ヤードぐらいだと思う。何ヤードだったかな、30、おお、すごいね、残りのヤード数ももう目で見てわかる。さっきよりちょっと強めぐらい、うん、しっかり上から横横ね、5、5、5、まあ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 、あそこから寄せワンですな、しかもラインを踏まないようにちゃんと向こうに回って、はい、ああ切れちゃった、ナイスナイス、ありがとうございます、ママ、あ、ありがとうございます。ナイス。ありがとう。
初めて乗った。ちょっとそこアップにしないでよ。ちょっと左足上がりだから、つま先にしっかり乗せてね、最後左のおへその前に通って、でも乗る。オッケー。うん、オッケー。ナイソン、ちょっと早かったな。ちょっと早かった。早かったな。お、もう一回ちょっと修正修正。オッケー、大丈夫。おー、いい感じ。おー、ナイス、ナイスタッチ。いいね、ナイス、ナイスパー。このホールは桜がすごく綺麗な予感がする。まだ大丈夫。って言ってもらえたよ。千之助パパに質問したいと思います、はい。まあ、ゴルフをさせるっていうのはなかなかなことだと思うんですよ、はい。まあ、費用にしても時間にしても、はいはい、そんな中でやってよかったなと思ったことってありますか。はい、何より本人が好きで始めて、うんうんうん、やってる時は本当に楽しくやってるので、まあ、何にも変えがたい。はい、だっていいパパだね。いいパパが教えるのに気をつけてることとかってあります？ゴルフ場はほとんど大人のスポーツじゃないですか、うんうんうん、はい、なのでやっぱりこう騒いだりとか礼儀とかっていうのは特にゴルフ場では厳しく、あ、なるほどね。周りの方にそういうのは教えていただいて、うんうんうん、まあ、その僕が教えるっていうより、まあ、ゴルフ場の関係の方とか、うん、一緒にラウンドしてくださる方が教えてくださるので、うん、すごい本人にはすごいいい環境だと思いますね、うんうんうん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。いい感じ。うん、ナイスショー。今良かったんじゃない？どうどう、何点何点？おー、100点出た。ナイスです。マイ、ナイスアウト。ありがとうございます。当たった罪だと思うね。清之助くん14だから、アプローチです。いいよ、イメージして、つま先に残して。こういう傾斜あるよ、絶対。する前。うん。うまい。うまい。うん、ナイス。ございます。ありがとうございます。今フックしっかり読んで打ったね。うまい。あいえ、伸びろー。惜しいね。先です。はーい、どうぞ。ナイスだね。仕草が男前だね。ありがとう。うん、またさせる。ありがとう。いくつからお父さんもキャディつけなくなるんですか？大体小学校1年生ぐらいになってくると、そういうキャディがない大会とかも出てくるので。あ、5歳だからあと2年ぐらいで、そうですね。パパ卒業して、自分で。寂しいですけど。